プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りいたします。はい、ね、ずっとですね、出会いは、はい、映画出会いは奇跡にご出演いただきましたね、役者の皆さんに対談でね、ゲストにお呼びしてますけれども、はい、はい、今回も素敵なゲストをお呼びしています。はい、今日はちょっとね、同じスタジオでここ2名一緒だったんですけど、はい、で今日の役者様は本当、ご紹介というかしていただきまして、根本真子のお父様役で、はい、来ていただいた吉野さんになります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと軽く簡単に自己紹介を吉野さんお願いします。あ、わかりました。はい、吉野正彦、広島県出身で、うん、小学校2年の時まで、あとはずっとこっちの方に、出てきてるんですが、一応役者をやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。広島だったんです ね。そうですね。鹿児島と広島ってなんか文化というか環境がね、すごい似てるんですよ。そうなんですね。うん、もう広島も年に6回ぐらい昔行ってたんで、結婚式場があって、全国回ってたんで。広島はどのあたりですか？自分は草津っていうところなんですよね。ちょっと分かりづらいと思うんですけど、ちょっと外れたところでね。外れてますね。まあ親父も子供も広島の人間で、はい、もう転々と転々と親戚が多いんで。ああ、なるほど。でそこからじゃあ学生っていうか卒業されて、もう役者として上京されたんですか？いえ、小学校2年時までで、親父の、仕事の関係で、こっちの方に。そうですね。あ、なるほど。でちなみにその役者になろうとしたきっかけとか、うん、どれぐらいからなられたとか、ちょっとその辺のエピソードを教えていただけますか？うん、はい、お願いします。そうですね、なりたいなと思ったのは高校生ぐらいの時からですかね。はい、まあ中学後半から高校生ぐらいの時に。そうです。それでまあいろいろきっかけでいろいろ事務所を紹介してもらって入って、うん、そうですね。まあでも20歳で一回辞めちゃってるので、うん、あ、なるほど。そうですね。うんうん、でまた、復帰して役者をやってるっていう感じです。あ、そういうことですね。復帰されたのは何歳ぐらいの時に復帰されたんですか？復帰したの47ですね。あ、47。結構遅いのね。はい、うん。なんかね、本当いろんなところでちょっとご活躍されてるって伺いまして、うん、まあ、今回出会いは奇跡で、ちょっと来ていただいた方がほとんどすごい若い方が多くて、はい、10代とか20代とかで、本当にね、もうベテランの俳優さんとね、あと山田純子さん女優さんと、もお父様お母様役で、お越しいただいて本当感謝しております。いえ、とんでもないです。やっぱりね、ビシッとね、こういう、そうそうそう、プロの方がいらっしゃると締まりますよね、はい、私たちも。いいね、そんなことない。じいちゃん役でね、お父さん役で。そうそうそう。ね、まあでも実際私の父親は、はい、吉野さんみたいにかっこよくないので、かなりギャップはあるんですけど、まあでもね、やっぱりさすがのベテランさんで、なんかもう、すごいなんか迫力っていうか、うん、ね。なんかもうオーラが違って、うんうん、もうすごい素敵でした。この演技なんですけど、はい、やっぱりあれですか、なんか元々の素質とかもあるんですかね、それともやっぱり経験値、どういうバランスなんですか、このプロになるまでの、素材がやっぱりいろんなものがあるんですよね、条件として。どうですかね、まあなるべく、リアルにというのを自分はこう頭に入れてちょっとね、演じてはいるんですけれど、今まで結構出られてきてるんですよね、いろんな
あの舞台と映像とは どれぐらいですか、割合的には。あ、もう8割映像、7割ぐらいですかね、映像で。あとはもういろんな企業さんからの、広告だったり、うん、っていう感じが。そうですね、なるほど。舞台は全然やってないですね。あ、そうなんですね。なるほど、はい。もうということは吉野さん、この役者の世界がもう転職なんでしょうね。なんかそう感じます。うん、あの出会いは奇跡をもうご覧になっていただいての台本ですよね。ご覧になっていただいてのご感想と、はい、ちょっとあの私が初めて言うこともあったんですけど、まあ、現場の感想をちょっと2ついただけました。あ、そうですね、まあ現場の感想というのはもう自分が撮影したのは1日だけなんですが、うん、とにかく明るい現場だなと。うん、そうですね、まあ、もう第一印象はそれですね。まあだから非常に入ってやりやすくて、はい、ね、なかなかそうね、ずっと一日中明るいってあまりないじゃないですか。ああ、そっか、うん、そうなんですよね、うん、一日中ずっと明るくて笑いの絶えない現場なので非常にちょっとやりやすくて良かったですね、自分として。嬉しいですね。あとはちょっとそうですね、台本を読んで、まああまりね詳しいこと言うとネタバレしちゃうんで。ああ、そうです。うん、まあとにかく自分は、父親役ということで、まあ、マコさんからね、お父さんどんな方ですかって聞いたら、はい、昔はちょっとギャンブルやって、はい、母親ともねよく喧嘩してたっていう話を聞いて、はい、まあ、自分家の親父はもっと広かったので。あ、そうなんですね。もっと広かったので、まあ、そういう面ではちょっと、参考にはなってるものがあって、父親の少しはやりやすかったですね、そこら辺では。そうだったんですね。そうですね。あ、やっぱね、ありますね、いろいろ人間ね。そうか、なんかいろいろその辺ちょっとお聞き したいとこですけど、ちょっと今ラジオで、ね、ね、なるほどなるほど。いやね、確かにあのね、あのちょっとまあね、はい、今おっしゃってくださったみたいに、ちょっと私の両親はすごくやっぱり仲が悪くてしょっちゅう喧嘩をしていたので、まあ、そのシーンをね入れたくって、はい、ちょっとあのね、あの口喧嘩のそのシーンをね、うんうんうん、ちょっと演じていただいたんですけれども、はい、すごいね迫力があってね、迫力があるね、すごかった、うん、すごい良かったですね。もう本当にもう入り込む天才みたいな感じ。この人に声だけですからね。まあね、声だけでも声だけでもやってね、それだけでもなんかこうおーおーってなっておお怖いみたいなって、なんかもう雰囲気がすごい出てました。あの吉野さんはあの若い方に対してとか、はい、若手の方に対してっていうのはどんな感じなんですか。スパルタ式ですか、それとも優しい感じですか。あ、スパルタにはならない、ね、だって役者なんて何が正解かなんてわからないので、うん、はい、うん、やっぱり見てる、実際見てる人がどう思うかなので。あ、そうか、そうですね、自分がこうじゃないのというアドバイスっていうのはたまにしますけど、こういうふうにやった方がいいっていうのはありますけれど、もう基本その映画なりドラマなりね、うん、そんなに違和感なければ別に何も言わないし。うん、なるほど。ほんとね、ほんと9月10日から、まあ、ほんとインパクトのあるね役で、あの YouTube で流れるんですけど、皆さん吉野さんのね、その役を見ていただきたいと思っております。あの普段の今現在のなんか活動ですとか、何か PR されたいことをおっしゃっていただきたいんですけど。そうですね、映画の公開が、10月の後半と12月頭ぐらいですかね、多分まだそこら辺がちょっとはっきりしてないんですけど、今年でも2本公開されるので。あ、映画の公開なんですね。そうですね、それが公開がちょっと2本公開されるので、まあ
でもその前にですね、うん、でこの出会いは奇跡がその前、9月10日ですか、ああ、そっちを先にそっちをちょっと見ていただいて、それからその10月と12月、見ていただけたらいいなと。あのその10月と12月の映画のタイトルって今もう10月がですね、ぬくもりの内側、ぬくもりの内側ですね、はい、それで12月頭か11月後半かちょっとそこら辺ぐらいが、風が通り抜ける道と、ああという映画、タイトルがいいですね、いいですね、もうねタイトルもそう、なんか優しい感じがする、うん、そうですね、2本ちょっと公開されるので、はい、映画館で公開されるんですもんね、そうですね、皆さん、あのラジオをお聞きの皆さん、ちょっと風が通る道と、うん、風が通り抜ける道です、あ風が通り抜ける道、はい、あとぬくもりの内側、ぬくもりの内側、ちょっと、はい、あのこちらの方になるので、この QR をちょっとですね、はい、皆さん見ていただいてラジオの方は YouTube を見ていただいて、ちょっとね、うん、吉野さんを見ていただければと思って、その前に9月とか私たちの、そうですね、出会いですね、今は忘れずにどっちが先なので、じゃあもう、10月の分は もちろん撮影は多分終わっていらっしゃる、あもうそれはもう、はい、うん、12月の分ももう12月のは、はい、ワンシーンだけまだ残ってるんですよね、ほんとみんな全部終わってるんですけど、うんうん、ちょっと、ね、あのネタバレするで言えないんですけど、どうしてもその場所で撮影したいのがあって、そこがなかなか今、なかなかちょっとそうですね、撮れなくて、あなるほど、そのシーンだけどうしても残ってて、まあそれが多分7月の終わりかなんかに撮影する予定ではいるので、あなるほど、はい、うんうん、楽しみですね、楽しみそうですね、いや見に行きましょうかね、うん、行きましょう、うん、ぜひちょっとよろしくお願いします、あそうですね、だいたい役、私たちから見たら、うん、もうこの、まあ、お父さん役っていうところでしか見てないんですけど、うん、はい、まあ、はもう本当に出会ったばかりなので、吉野さんとか、どういう役が何かやりやすいとか、なんか自分に合ってるとかそういうのあります？どうなんですかね、やりやすいとかっていうのは別にそこを気にしたことはないので、うん、なんかいただいたものに関しては、うん、うん、それにちょっとね、こう入り込むだけなので、うんうん、やばい、やっぱでも役者さんそうなんでしょうね、きっとね、そうだろうね、いただいた役にやっぱ入り込むって感じでね、うんうんうん、へえ、あのその役柄的にはなんか、はい、こういう役が多いとか、なんかそういうのありますか？あ、今までの今までの役柄とか、うん、あ今までそうですね、多いのは医者と、あ医者と刑事と、多いなんだろうな、あと普通にサラリーマンとか、なんか部長とか、あそうですね、そういうのがやっぱ多いですかね、まあ、医者はちょっと多いですね、あでもお医者さんなんかぴったりな感じしますね、問診、あの次来月定期検診し来てくださいあの脳腫瘍ですとか、なるほど、いやだけどなんか楽しそうな仕事だよね、役者もね、そうですね、いろんな、なんかね演じる、そうそう、表現できて、そうですね、まあ表現できるのは楽しいですね、やっぱり、大変ではありますけどね、ああなるほど、確かにね、ちなみに役者とかそのお芝居とか関係ないあの部分で何か趣味とか特技とかあります？なんかね、まあでも自分の好きなのはやっぱりスポーツが好きなので、あそうですね、まあ、ゴルフやったりっていうのが結構多いですね、なんか優雅な感じしますね、そうですね、役者やりながらゴルフやりながら
ね、人生楽しそうですね。うん、すごくね、いい、まあ、お顔立ちもすごくいい感じです。素敵だと思います。もう本当にこういう吉野さんみたいな方にね、ご紹介というかなったんですけど、なんと私と自宅が近いんですよね。そうか。そうですね。そう、吉野さんと私は本当に多分チャリでも多分歩いてでも行けるかもしれない。あ、そうなんですね。そうそうそう、一駅そっかそっか。いや、それもまたびっくりしました。なんかひょこっと会いそうでってね、スーパーで。そうですよね、本当に。そっちの豆腐が安いですよとか。そうなんですよ。本当ね、皆さんこの毎週毎週ちょっと対談の方が役者さんいらっしゃるんですけど、はい、皆さんもこれもうみんななんですけど、現場がとにかく明るくて楽しかったっていう言葉だったり、アットホームだったっていう言葉、皆さん言っていただいて、何も言わないのに言っていただいて、なんか喜んでいいのかどうなのかなんですけど、普通の現場と違ったとかっていう方もいて。普通が分かんないみたいな感じ。確かにですね。うん、そうなんですよね。だけど、よかったです。はい、うん、そうですね。でも、皆さんがこうやって、ね、明るくていい現場だって、やりやすかったっていうのは、やってる役者としては、すごいいいことだなとは思いますよ。本当に。やっぱりやりやすいとかになるんですかね。そうですね。うん、うん、やっぱね、シーンによっては緊迫しなきゃいけないシーンと、まあね、今回もそんなあんまりなかったんですけど、ね、あれですけど、そういうシーンであったら多分ちょっとは違ったりはするんでしょうけど、まあ、そうですよね、はい、やっぱそういう面ではね、うん、明るくて本当みんなやりやすかったっていうのは、うん、いい現場だったと思いますけどね。あ、よかったな、吉野さんにそう言っていただけて、なんか次を作りたくなりました。じゃあ次もよろしくお願いします。ぜひぜひ、こちらこそお願いします。多分あれなんでしょうね、僕がもうほらもう一番長い仕事が営業っていうのもあったりするんで、多分それでなんか盛り上げたりこうね、引き出す、その人のいろんなね、楽しくしてもらう、多分その関係なのかなと思ったんですね。あとね、まこさんもね、もうほんわりした感じで。そうですね。そうですかね。ほんわり癒しで、ふんにゃりっていう感じ。ふんにゃり。癒されますからね。あ、嬉しいです。そう言っていただけて。そうなんですよ。もう本当皆さん、根本真子さんの第一印象はもう優しいお母さんみたいな。もうなんかお母さんって言われる年になりましたね。あ、そうですね。今500歳。そうですね。500歳。僕はどっちかというとなんか面白い系。そうね。うん、僕はまあ530歳です、ね。まあだけどなんか本当。私もここ最近こういう対談の司会ですとか、うん、はい、トークとかをしだして、自分がこういうのが好きだっていうことが初めて気づいたの。なるほどね。トークの司会とかそういうことですよね。演技とかはもう全然未経験なんで、だからまあ10分あったら10分で喜怒哀楽があって終わらせるとか、20分だったら20分で終わらせる、それがなんか楽しいんです、僕はそれをクリアするのは。でもすごいですよね、自分なんかこうバーって喋りっていうのは得意な方ではないので。あ、そうですか。そうですね。いけそうな感じしますよね、吉野さん。多分一人リードする人がいたらピタペッコですね。演技する人ってそうだよね。あ、そっかそっか。消極的な人も多いし、実際はね。だけど演技に入るとすごくできるっていう。こういう風にしてくださいってお願いすれば、ね、それをもう本当に飲み込んでね、それに本当入り込んで。ね、役者さんの方って本当してくださいますからね。あとね、記憶力がないとダメなんだよね。ね、台本を覚えたり。そう、台本を覚えるのに僕は記憶力がね、本当多分世界で一番悪いぐらいなんですよ。いやいや、私もそうです。で、多分ね、覚えられなくてできませんって。いや、でも自分もなかなかもう今大変ですよ。
やっぱ年を取ってくると覚えるのにねなかなか大変になってきますよ。やっぱり年には勝てないところが出てきますかね。そうですよ。いやでも多分まだ530歳と一緒くらいです。まだ若いです。なるほどなるほど。あの吉野さんの中で、はい、今まで演じてない。演じたことのない、まあね、ベテランさんだからいろいろも演じていらっしゃると思うんですけど、うん、なんかこんな風な 役を演じたいとかっていうのは吉野さんにありますか。いやどう、これをやってみたい、そうだ。でも自分的には、はい、すごい難しいなと思うのがその何漫才師みたいなそのお笑い系、はいはいはい、ああいうのってすごい難しいと思ってるので、ああなるほど、はい、そういうのをだから演じるっていうのは多分相当難しいかなと、うん、だからちょっと挑戦はしてみたいなとか、思いますけれど、うんうん、となかなかその笑いっていうのが結構自分は苦手な部類ではあるのかもしれないなって思って、笑わせるっていうことですかね、はい、うん、ああなるほど、受けたまわりました。まあ確かにいろいろ計算しないといけないですもんね、笑いを取るっていうのは。そうですよね、なかなかやっぱね、しかも関東と関西でまた違ったりするじゃないですか。そうそうそう、笑いの質って、そうそうそう、違う違う、なんかちょっと難しいなとは思いますよね。そうですよね。はい。なるほどですね。うん、まあ、あと2分ぐらいか。今、その、吉野さんは、うん、はい、なんか、今見えなくなった。一瞬で、ね。そうですよ、うん。もう、どなたかも、その、お父様、お母様とか、その演技とか、そういうのもされた家系とかもいらっしゃるんですか。いや、いないですね。あ、いないですね。そうですね。もう突然そうなったんですね。突然、はい、そうですね。根本真子もいないんですよ。あ、そうなんです。なんか絵を描く人が全くない。両親はもちろんなんですけど、はいはい、知ってる限りの先祖はいないですね。誰も芸術系とか、うん、絵を描く人は全くいないので、うん、はい、でもね、私も突然変異なんです。びっくりした。自分的にはもうね、そこら辺すごい尊敬しちゃうんですよね。絵がもうすっごい下手なんですよ。もうね、本当に半端じゃないぐらい下手なので。逆にでも見てみたいですね、どのぐらいの大変ですよ、本当に。だから逆にだから絵を見に行くとかって結構好きなんですよ、美術館行くとか。ああなるほどなるほど。全然自分ができない、全くできないから、うん、そういうのを見に行くというのは結構好きで、だから絵描ける人とかっていうのが羨ましくて羨ましくて。あ、それ言います。いろいろひらめいてきたよ、次の吉野さんの役を。ひらめいてきた。ポン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 降りてくるのに。ちょっとね、お時間がラジオの方はもうなくなるんですけど、そうそう、ね、あっという間に終わった。そうです、楽しかった。うん、はい、またちょっと対談ですとか今後ともね、うん、よろしくお願いします。はい、あ、よろしくお願いします。はい、はい、今日もね、素敵な出会いをありがとうございました。いいえ、とんでもないです。はい、吉野さんでした。はい、ではよろしくお願いします。ありがとうございました。いいえ、こちらこそどうもありがとうございました。はい、はい、失礼します。はい、失礼します。広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時
もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音しずく一つ、歩いて行こうよ手をつなぎ、虹の空に誓うよ夢を抱き、どんな時も信じてる。